はいこんにちは、えー。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいております。ご質問は、シリコンバレー銀行破綻の責任は誰にありますかというご質問ですね。 まあこれね、いろんなことが言われてるんですけれど、まあ結局、シリコンバレー銀行破綻したのは、シリコンバレー銀行そのものに原因があるのか、責任があるのかとか、あとは預金者に問題があるのか、まあ急にその預金を引き出した。 えーと取り付け騒ぎを起こした預金者に問題があるのかっていう意見もあるしあとは、まあ、FRB に問題があるのか、まあ、急激な利上げを起こしたことによって、えー、このような警戒になったので FRB に問題があるのかとかですねいろんな意見があるんですけれどまあ僕個人の意見を言わせてもらうとまあどこが100% 悪いとかですねそういうことは言い切れないわけなんですけど経済って本当に複雑につながり合ってるものなのでだけどやっぱり今回のこの事件をですねよく見てもまあ大部分の原因責任はまあシリコンバレー銀行そのものにあるんじゃないかなって思いますまあその理由をですね今からお話ししようと思うんですけれどまあシリコンバレー銀行って、まあ、全米16位の総資産約28兆円の あの結構大きな銀行なんですよね。なので今回のこの破綻はリーマンショック以降では最大規模の銀行破綻なわけなんですよね。でシリコンバレー銀行ってもう皆さんご存知だと思うんだけどその預金のですね結構多くがそのシリコンバレーの IT 企業なんですよね。でスタートアップ企業なわけですよ。なのでそもそもそのスタートアップ企業なのでその。 経営状態も、まあ比較的不安定な企業が多かったと思うんですよ。なので、預金そのものも不安定なんですよね。 なので突然キャッシュが必要になってあの引き出されるっていうことだって想定されるわけだし、まあ、そもそもその企業の預金っていうのは、まあ、個人の小口の預金とかに比べるとたくさん入ってたくさん出てっていうですねその移動が激しいわけですよ。なのでやっぱりそういう考えても急激にたくさん引き出されるっていう可能性はあるのでそもそもその預金そのものが不安定な預金だったっていうのがあるんですよ。やっぱりそのの個人の その小口の預金っていうのはそのコア預金って言われててそっちの方が安定してるんですねまあ多少世の中で,ですね、まあ、いろんなことがあっても、まあ、簡単には引き出されなかったりとかするわけなんですけどやっぱり企業の預金特にもうスタートアップ企業の預金っていうのはまあ不安定で、まあ、たくさん入ってたくさん出てっていうのがあるわけですよね。でなのでまあ財務のリスク管理が全然できてなかったいう 思うんですよで今の世の中ってその多少金利が悪化してそ,のそれでも急激に財務が悪化しないようにリスク分散するっていうのはその常識だと思うんですよね、まあ、銀行ってその世の中のねその経済、まあ、金回りを潤滑にするっていう大事な役割を持っていてその銀行がですね、まあ、突然破綻してしまえばもうそれにつながっている。 えー、銀行、まあ、金融機関とか企業だって大ダメージを食らうわけですよ個人だってなので銀行そのものがですね金融破綻しないように常にリスク分散して財務管理を安全に行うってもう当然やるべきものなんですよねもうそれがやれて当然、まあ、常識っていう考えだとなんですよ僕は。うん、でそのシリコンバレー銀行って。 その預金の大部分をアメリカの国債に投資してたわけですよね。でしかもその結構満期の長いその国債が多かったわけなので、まあ、当然金利がですね上がればその持っていた国債の価値が下がって、えー、それによってまあ銀行そのものが経営危機になると。そうすると預金者も の危機を感じて引き出しを行って、まあ、取り付け騒ぎが起きて金融破綻してしまうっていうのはやっぱり、まあ、普通に筋書きとして考えられると思うんですよね。うん、なので、まあ、預金者が悪いかとか FRB が悪いかって、まあ、それもですね、まあ、100%悪く 悪い、あの全く悪くないとは言えないかもわからないですよ。うんだけど、僕はね。預金者はね。やっぱり悪,悪いとは思わないんですよね。預金者に責任を負わせるのって、やっぱり問題だと思うんで。でまあ、frb にもですね。急激な金利上昇を行った。た うんまあ、こういうことも予想できたのではないかだから FRB にも責任があるんじゃないかっていう意見もあるんですけれどまあそれも一理あるんですけどやっぱりね大部分の責任はシリコンバレー銀行本体にあると思いますね。で FRB もその、まあ、急激なインフレに対処するために金利を上げていったわけで。 その約1年間でで倍近く上げてるんですよねだからこの金利の上げ方もあまりにも急なんではないかという意見もあるんですけどまあそれもわからなくはないんですけれどうんなんで、まあ、まあ今までのねその銀行金融機関の破綻って見てると、まあ、日本の過去の例とか見てると、まあ、多くのものが不良債権問題で破綻してるんですよね。 なので今回のシリコンバレー銀行の破綻の仕方って本当に極めて珍しいなと思いますね。金利がの上昇がきっかけで破綻するという、まあ本当に珍しい形の破綻なんだなって思いました。はい。で、アメリカと FRB は、そのシリコンバレー銀行の全預金者の保護をするって発表してるんで、まあこれは、その、 信用不安の連鎖によって金融危機にならないようにっていうですね、まあ、過去のアメリカの,その歴史をの考えてですねその経験に基づいてスピーディーな対処ができてるなっていうところもあの一部感心しています。はい、というのが僕の意見です。もし僕と違う意見の人とかいたら遠慮なくコメント欄にお書きください読ませていただきます。 はい、ご視聴ありがとうございました。